こちらの CNC フライスを改造して機械合成をアップさせたいと思います。こちらが以前僕が自腹で購入してレビューさせていただいたアンニョイツールズさんの CNC フライスとなります。まあ、大体5万円前後で売られてて、まあ結構ね反響がありましてですね、ありがたいことに36万再生現時点でいってまして、公開当初は完売になるほど非常に人気があった商品なんですけど、やっぱりちょっとね合成不足がちょっと否めないというところがありまして、今回はね、まあ、いろんなところあるんですけど、特にここっていうところを、ちょっとピンポイントで改善したらどうなるかっていうのを、ちょっと検証してみたいなと思います。で、まあ、どこを改造するかっていう話なんですけどね、まあ、前でもちょっと触れましたけど、まあ、例えばアルミフレームね、せっかく穴開いてるんだったら、もうちょっと大きくした方がいいんじゃないかとか、このね、角ネジももうちょっと太い方がいいねとか、リニアシャフトももっと太い方がいいねとか、まあ、言ってしまえばいっぱいありますよ。このね、ここにあるコレットとかでも、これ ER11 っていうコレット、規格のコレットで、こっちが ER16 だったっけ？もうこれだけでも全然違うですか？もうこれに変えるだけでもすごい良くなると思うんですよ。ただそれにこうスピンドルがついてくるかっていうのまた話が変わってきたりとかするんで、まああれなんですけど、やっぱりここですよね。はい、Y 軸が乗ってるこのテーブル、これがね、まあ、こういう機械本当ありがちなんですけど、他社さんでもね、この分かります、押し出し材、これね、押し出し材、これパッと見厚みあるように見えるんですけど、よくよく見ると一筆書きでこう並々になってるだけで繋がってるところってないんですよね。で、厚みも、まあ、ばらつきありますけど、まあ、大体 3.5 ミリとか4ミリぐらいしかないんですよ。で、ここにワークを乗せてクランプしてってね、やるのはちょっと無理があるというか、一番この全体見た時に一番ちょっとバランス悪いんじゃないかと思ってましたんで、ここをね改造するパーツ頼んでます。お、はい、こちら PCBWay さんで、注文したものとなります。僕が設計して PCBWay さんで作ってもらったものを送っていただきました。で、もう最近、まあ、アリエクとかもそうなんですけど、早いっすよね、あの中国からの荷物が。だいたいこれも2週間くらいで届いたんで、まあ、国内で手配するのともあんまり変わらなくなってきてるんじゃないかなと思います。まあまあ問題はねそこじゃないんですけど、まあ、品質とかそういう部分なんですけど、まあ一回ね、以前紹介もさせてもらって品質とかもかなり良かったんで、かなり期待しています。今回もちょっとやりすぎたかなこれめちゃくちゃ重たい。はい。ああ、めっちゃいい。あ、うわ、研磨されてる。待って。言ったっけこれ。待って。表面。表面これ研磨仕上げやん。そんなんやったっけちょっと、記憶が定かではないんですが。うわ。上下面。研磨面です。これ、ちょっと見てください。うわ、えぐ。ちょっと油がねついちゃってるんで分かりづらいと思うんですけど、これ切削目じゃないですよね、明らか研磨面やばマジ、うわめっちゃええやん。で、問題は価格ですよね。$162、ものは100ドルぐらいで、送料がやっぱり、ね、どうしてもちょっとかかって60ドルぐらいになっちゃって、合計で162ドルなんですけど、まあ、今の為替のレートでだいたい2万4000円くらい。安くない？めっちゃ安い。あ、そう、ここね、皿ザグリしてもらったんですよ、ここ。では、こちらのアルミ押し出し材のテーブルと、鉄削り出しのテーブル、一体重さどれぐらい違うのか、測っていこうと思います。僕の予想としては、こっちが 200g、こっちが 2kg、それぐらいの差はね、あるんじゃないかなと思います。いきます。こっち。電池切れ。はい、では気を取り直して、まずはアルミの押し出し台。あ
200g って言ったの。あ、全然でした、すいません、952g。 ちょっとね、重さの感覚はあんまりないな。950、まあ1キロないぐらいですね。え、じゃあもうこれ3キロぐらいあるんじゃない。おお、5キロ、5331グラムなんで、まあ、約5キロで、まあ、機械にとってもう重さって正義なんで、これはもう合成に直結するはずですよ。では取り付けていきたいと思いますが、こちら、分かりますかね、黒染めを行いました。まあ、僕がね、触るとどうせね錆びてしまうと思ったんで、こちらの、スーパーブルーという、もう日本ではねあんまり手に入らないらしいんですけど、こちらを使って、黒染めしておきました。まあ、そもそもね PCB ウェイさんでできたはずなんで、注文一緒にねやっとけばよかったなと、思いました。はい、何の問題もなく取り付けることができました。で、もう内心めちゃくちゃホッとしてるんですけど、PCBA さんの加工ミスがあるんじゃないかっていう不安ではなく、僕の設計ミスがあるんじゃないかなっていう不安です。で、今回はね、バチバチに、作れたんで、めちゃくちゃホッとしてるってところなんですけど、今回このテーブルを単純に重たくしたっていうわけではなくて、取り付け方法も結構、変わってます。このデフォルトのアルミ押し出し材の場合って、これでね、T スロットナットを使って、まあ、そのリニアブロック、そのをこう挟み込んでこう保持する感じなんですけど、こう 面圧がこう面当たりはしてるんですけど、面が少ないですよ、小さい。でアルミの 3.5 ミリとかでしょ、だからこう変形とかねじれとかがね出てくる可能性があるんじゃないかと思って、それがまあ加工のねビビりにつながるんじゃないかなとか思ってたんですけど、今回こちらはもう面と面がもうバチバチに当たってるんですよ。まあ、もうブッシュのこう逃がしは当然あるんですけど、それ以外の面、こことかも特にもう面でバチバチにもう当たってるんで、これはまあ、いいんじゃないかと。あとこれ、このプレート13ミリあるんで、鉄の13ミリってそうそうねじれとかねないから、これはねかなり剛性アップ期待できるんじゃないかと思います。でこっち側見ていただくと、この、この Y 軸の、ね、テーブルには、M5 のタップを山ほど立ててもらいました。でこれはですね、まあ、テーブル、ただのテーブルと思いきやジグプレートになっているってことで、これをねさらにこうジグを作っていって、より使いやすくもしていこうと思います。で 3D プリンターでこんな感じのクランプを作ってみました。まあ、3D プリンターって言っても ABS-CF っていう 20% カーボンファイバーが入った ABS で、インフィルをね 100% で作ってるんで、かなりしっかりとした作りになってます。で階段状になってるんで、ワークの厚みによって高さを変えることができます。でまあね、うまくいくか分かんないですけど、うまくいけば、このデータ公開しようと思ってるんで、まあ、もしよかったら使ってみてください。まあ、純正のねこれよりは格段に使いやすいはず。はい、先ほどのクランプを使ってこんな感じで段取りができました。とりあえずね木工をしていこうと思います。というのもコメント欄で、木は削れるんですかっていうコメントをいただいたのと、あとですね、木だったらそもそもレーザーでいいんじゃないかみたいな話もあったりとかで、なんで CNC を使うかっていうメリットがですね、やっぱ 3D 加工なんですね。三軸あるんで、レーザーではできないような加工が、CNC だとできるよっていうことをちょっと伝えておこうと思って、木を削ってみます。まあ、ちょっと改造をした後なんで、まあ、合成がもしかしたら上がってて、比較になってないんですけど、ちょっとそこだけ、やってみたいと思います。ちょっと毛羽立っていて分かりづらいんですが、三軸の CNC フライスだとこういったね彫り込んだような 3D 加工をすることができます。まあやっぱりねレーザーとかは刻印とか切断がメインになってくるので、まあ、こういったね 3D 加工ができるのは、フライスの、ポイントかなと。でまあ今回のこのクランプもかなりいい感じに加工できたんで、次はいよいよアルミをね、削って剛性が良くなったのか、検証したいと思います。え、全然いけてるけど。
なんか安定してますね。前もっとビリビリ言ってた気がするんですけど。これが遅いんだよな。これ早くしたいんだけど。これパラメータ分かんないんですよね。うん、なんか安定してそうだけど。まさかなんですが、普通に削れてしまっています。Z 方向の切り込みは 0.1mm で、XY の送りが F500 という、まあ、かなり優しい条件ではあるんですが、普通に削れていることに驚いています。切り込みが 0.1mm で前回と同じ、工具径が 2π から 3π に大きくなっていて、送り速度も 1500 っていうかなり速い条件になっているんですが、前回と比べてかなり安定して加工しているように見えます。で、テーブルもかなりこの辺とかね、振動してたんですけど、ほぼ振動してないですね。うん、やっぱ加工音からして全然違う気がします。もっと前はアルミが振動してるようなビリビリしたような音がしてたと思うんですよ。ちょっと前の動画と聞き比べて、確認したいと思うんですけど、これはね違うけどな、僕の感覚なんですけど、めっちゃ静かになった気がします。今回は卓上 CNC フライスの明らかに剛性の弱そうなアルミ押し出し材テーブルをですね、鉄の削り出しテーブルに変えることによって剛性をアップさせてみました。まあ、体感としてはまあそこそこ剛性上がったかなという気がします。まあ、鉄を削るとかアルミをサクサク削るっていうのはまだまだ無理なんですが、まあ段取りがねなんせやりやすくなったし、あと音も静かになって、まあアルミは以前よりかなり快適に削れるようにはなったかなと思います。で、今回作っていただいた PCB ウェイさんなんですけど、こういう鉄の削るとかアルミ削るサービスの他にですね、基板、部品の基板とかですね、部品実装とか、3D プリンターとか、いろんなサービスやってますんで、気になった方はこちら見てみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram いろいろやってますので、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。